ランゴバルド人、またはランゴバルド族は、6世紀後半に、イタリア半島の大部分を支配する王国を築いた、ことで知られるゲルマン系部族である。日本語ではしばしば英語型に基づきロンバルドとも表記される。ランゴバルド人の伝説的な説話では、ランゴバルド人の救命はウィンニーリーであり、スコリンガと呼ばれた地で、バンダル人と戦った際に、グーダン神から、 ランゴバルドの名を与えられたと伝えられる。この伝説を伝えるのは、7世紀に記されたランゴバルド族の起源と、8世紀にパウルス・ディアコヌスによって書かれたランゴバルドの歴史である。それによれば、ウィンニーリー族とバンダル族が戦った時、バンダル族は、グーダン神に勝利を祈願した。この時、グーダンは、日の出時に最初に見かけた方に勝利を与えるとしたが、 ウィンニーリー族の族長、イボルト、アギオの母ガンバラは、グーダンの妻フレアに近づき、戦勝の祈願をした。フレアは、ウィンニーリー族に、妙長は、ダンの館の東側に並び、その際女性は髪をバラバラにし、髭に見えるように顔の前にまとめておくようにと言った。朝になり、グーダンが起きて、東側の窓を見ると、髭の長い人間たちがいた。 あの髭の長い者たちは何者かと言った。それはフレアに戦勝をお祈願していたウィン・ニーリー族の女たちだった。この時フレアはあなたが名前を送った者に勝利を与えるように、と言った。こうしてグー偶ンはウィン・ニーリー族に勝利を与えなければならなくなった。以後ウィン・ニーリー族はランボバルド族と呼ばれるようになったという。言語的にはランボバルドとは長いゴヒ髭を意味する。 ランゴバルド人の言葉に由来すると考えられ、部族への帰属を示す象徴として男性が顎ひげを伸ばしていたことにちなんでいる。ランゴバルド人がイタリア半島の住人と同化して姿を消した後もイタリア北部を指す地名ロンバルディアとしてその名は残り、現在でも使用される。ランゴバルド人の移動関連地図。ランゴバルド人の現住地がその古伝承通り、 スカンディナビア半島南部であることは今日ほぼ確定されている。人口過剰、土地の不足のため、彼らの一部がイボルトアギオという主張に引きられて、故郷を離れ、スコリンガと呼ばれる地に勢力を持っていたバンダル人と戦って、これを打ち破った。このスコリンガは、現在のオーデル川とビスワ川の間の海岸地方であったと推定されている。 バンダル人を撃破した後、全150年前100年頃には、ランボバルド人は、マウリンガと呼ばれた地に居住していた。この地は、現在のエルベ川砂岩のリューネブルク地方とメクレンブルク地方に相当すると考えられる。ランボバルド人は、現地人と戦闘を交えつつ混住するようになり、スエビ部族連合を構成する一部族となった。ローマ人の記録者はいずれも、 この時期のランゴバルド人をス末ビ人の一種族とみなしている。ランゴバルド人は全一世紀前半にス末ビ人がウシペテイス人と戦ってライン川流域に進出した際にはおそらくその一部として加わっていたものと推定される。その後のランゴバルド人の動向についてはローマ人による断片的な記録しかない。彼らは少数であったがその武勇によって独立を維持した。 高貴な部族であるトタキトゥスは記録する。このセムノーネー数に反して、ランゴバルディの高貴さを有名ならしめているのは、その少数者である。極めて多数の、しかも極めて強大な国々に囲まれながら、彼らは、服属によらず、かえって戦争と冒険によって、己の安全を保っているのである。ランゴバルド人は、西暦5年にテベリウス率いるローマ軍の攻撃を受けて一時的に、 エルベ川の右岸へ逃れた。そして、西暦9年に、トイートブルク森の戦いで、ローマ軍が敗退しその脅威が和らぐと、再び、エルベ川左岸に帰還した。17年には、スエビ部族連合から離脱し、アルミニウス率いるケルスキー族と結び、ス末ビ人を打ち破った。さらに47年には、ケルスキー族の内紛に介入し、追放された王、イタリクスを、 ケルスキー族の王に福井させた。その後、166年に、オビー族と共に6000人の兵力でパンノニアを攻撃したが、ローマ軍に破れこちに撤退したことが伝えられる。この後、いわゆる民族移動時代である5世紀まで、ランボバルド人の動向は全く記録に登場しない。5世紀末、ランボバルド人は、ドナウ川の中流域に現れる。彼らが、 エルベ川流域から何時、どのような経路で何のために移動したのか確実に言えることは何もない。ただしこの時移動したのはランゴバルド人の一部であり、エルベ川砂岩地区にはかなりの人数が残留していたことが確認されている。残留したランゴバルド人たちは少なくても12世紀までバルディ族の名でしばしば記録に登場する。移動したランゴバルド人たちは 安大部、バイ内部、ブルグンダイ部を次々と襲撃し、住民を支配下に置いたとされる。この三つの地名はいずれも部族名から来ていると推定されるが、具体的にどこの土地を指すのかは判然としない。カルバティア山脈まで到達した後、東方から侵入してきた、フ族と接触し、戦闘が行われた。その後のフ族が関わるローマとの戦いに、 ランゴバルド人が登場しないことから、分属前世紀においてもランゴバルド人は、その支配下には入らずにいたと考えられている。5世紀後半、イタリアの支配権を握ったオドワケルが488年に、ノリクム族州の北側、ドナウ川の対岸に居住していた、ルギー人を撃破して追い散らし、現地で、ルギー人の支配下にあった住民をイタリアに移住させた、上で撤退すると、 空白地帯となった乗組属州北側に、ランゴバルド人が移動し、乗組属州には、ヘルール人が移住した。ランゴバルド人は、ヘルール人の支配下に入り、功能義務を負わされたが、数年後には、多頭王の指揮のもと、すぐ東方のフェルドと呼ばれる平原に移動した。この地で、ルール人の支配に反抗し、勝利を収めて、独立勢力となった。続く、和公王のもと、 当時東に隣接して居住していたス末美人を打ち破って支配下に置き、北側でもヘルウル人を追って、モラビア、ベ面地方を征服した。さらにはこうは、チューリンゲン族の王女ライクンダ、ゲッピド族の王女アウストリグサ、ヘルウル族の王女シリンガをめとり、アウストリグサとの間の長女、ビシュカルタをフランク王国の王テウデベルト一世へ、次女、ワルデラータをテウデベルト一世の息子、 テブデワルトへ、それぞれと継がせた。また東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世と同盟を結び、ドナウ川の下流域の有力な王として対等するに、至った。パンノニアにおける、分布540年頃、和光は死んだ。和光は、自分の息子であるワルタリに王位を継承させるため、自分の即位時に王位であるリシウルフを追放していた。これにより、ワルタリが王位を継ぐことができたが、 彼の知性は短命に終わり、ガウス家のアウドインが王位についた。当時東ローマ帝国は、ユスティニアヌス一世のもと、イタリア半島の支配権を東ゴート王国から取り戻すべく長い戦争の最中であった。イタリア半島に交通の便が良いどな宇宙流域で急速に勢力を拡大したランボバレド人は、東ローマ帝国にとって戦略上無視できない存在となっていた。 546年にユスティニアヌス一世は、ランボバルド人を味方とするため、アウゾインと名約を結び、巨額の年金を与えること約訳すとともに、乗り組むパンノニアへの移住をランボバルド人に許可した。この時初めて、ランボバルド人は、ローマ帝国領に移住した。この結果、後にユスティニアヌス一世はイタリアでの戦いにおいて、同盟軍となった。 ランボバルド人から援軍を得ることができた。しかし、アウドインと彼の指揮するランボバルド人は、東ローマ帝国が期待したような従順な同盟者ではなく、548年にはダルマティアとイルリクムをあだ略し、多数の住民を奴隷として連れ去るなどの問題を引き起こした。ローマ領内でも、急激に勢力を拡張するランボバルド人は、同じく、 ローマ領内のシルミウムに拠点を置いて勢力を持っていたゲピド族と対立するようになった。さらに和光王に追放されたリシウルフの息子、イルディゲスをめぐるランボバルドの内紛が事態を悪化させた。イルディゲスは自分がランボバルドの多い継承者であるとし、その正当な地位の回復への支援をゲピド王に求めた。547年と549年には、 軍事衝突に至る可能性のある危機があったが、この時は実際の戦闘に入る前に和平が行われた。イルディゲスはゲピド族から期待した支援を得られないことを悟ると、一時スラブ人の下に身を寄せ、その後独自にランゴバルド人、ゲピド人、スラブ人からなる混成軍を率いて東強盗王国と結ぶべくイタリアへ向かい、 ゴート戦争に参加して、東ローマ軍と戦うなど、ルテンの人生を歩んだ。イルギゲスが去った後も、両部族の対立は続き、551年に、ついに軍事衝突に発展し、ランゴバルド人は、ゲピド族を打ち破った。しかし、ランゴバルド人が過剰に勢力を拡大することを望まなかった東ローマ帝国は、両部族の和平を拡作して介入し、結局、 ゲピド族を完全に滅亡させることなく和平が結ばれた。その後、ランゴバルド人は東ローマ帝国の同盟軍としてゴート戦争に参加し、552年には東ゴート王トオティラを戦勝死させるなどの活躍を示したが、占領した都市で放火略奪を欲しいままにし、教会に避難した婦女に暴行を加えるなど、暴虐の限りを働いた。 このため激怒した東ローマ軍の司令官ナルセスによって5層軍付きでイタリアから退去させられた。560年にアウドインが死去するとその息子アルボインが即位した。ほぼ同じ頃、ゲピド族でも新たな王、クニムンドが即位し、この二人の王の下で両部族の対立が再燃することになった。 再び両部族の戦闘が始まると、当初アルボインは優勢に戦いを進めたが、東ローマ帝国がゲピド族を支援し始め、その援助を得たゲピド軍に敗北して苦境に陥った。このため、アルボインはパンノニアで新たに勢力を拡大していたアバール人のハーン、バイアノスに同盟を依頼した。ランゴバルドが敗勢にある中で結ばれたこの同盟は、戦闘参加に先立って、 ランボバルド人が保有する家畜の10分の一をアバール人に引き渡し、戦闘終了後には戦利品の半分及び占領したゲピド族の領土すべてをアバール側が接取するという極めて不利な条件で結ばれた。ゲピド側は対抗して東ローマ帝国の援軍を求めたが皇帝ユスティヌス2世は公約束のみで実際に援軍を送ることはなく、 アバール人とランゴバルド人に攻撃されたゲピド王ク国ムンドはドナウ川とティサ川の間で激戦の末に敗北し戦死した。この敗北によってゲピド族の一部はランゴバルド人に投降し一部はアバール人の霊族民とされ他の生存者は皇帝の庇護を求めて東ローマ帝国へと移り部族として消滅するに至った。 こうして、ゲピド族との戦いに勝利を収めたアルボインであったが、ゲピド族よりも、はるかに強力なアバール人の脅威に対処しなければならなくなった上、パンノニア周辺が戦争の結果荒廃したことから、ゴート戦争の参加によってその豊かさを知っていたイタリアへの移動を格索した。ランゴバルド人の兵力が十分でなかったことから、イタリア侵攻の成功を確信できなかった。 アルボインは現在の領土をアバール人に明け渡すが移動後に帰還した場合には元の土地の所有権をランゴバルド人に返還するという契約をアバール人と結びスエビニ人パンノニアと乗り組むのローマ族州民ゲピド人の残党サルマタヨ兵力に加えさらに2万人にも上るザクセン人を称聖してイタリアへ進発したこうして形成された ランゴバルド人を中核とする緩い結合集団は、アルゴインの指揮のもとで568年5月にイタリアに入った。前年に、ナルセスが解任されていた東ローマ帝国のイタリア中流軍は、この侵入に対処できず、アルゴインは北イタリアと中部イタリア一帯を制圧し、ミラノを拠点にランゴバルド王国、レガナム・ラングバードナムを建設した。詳細は、 ランゴバルド王国を参照イタリアにおける分布、イタリアに侵入したランゴバルド人と、その連合諸部族の総数は約30万人、そのうち武装した兵力は4万人から5万人であったと推定されている。諸部族の寄せ集めであったランゴバルド王国は、建国直後から内紛にさらされ、572年には、おそらく東ローマ帝国と共謀した、族内有力者によって、 アルボインが暗殺された。後を継いだクレーフの時代も内紛は絶えず、573年には同行してきたザクセン人たちが彼ら自身の法のもとに止まることを許可されなかったため、ランボバルド軍から離脱して、古地のシュバーベンへと去っていった。574年にはクレーフも暗殺され、その50年にわたる空位の間に、俗内有力者たちが、 それぞれ独立した領地を実力で確保していった。東ローマ軍の反撃が始まると、各地のランゴバルド系支配者たちはひとまず、アウタリオ王に選出し、パビアを首都とする王国の定裁を整えた。しかし、南部のベネベント公やスポレート公の独立性は強く、北部でも首都から離れたフリューリ公やトレント公は同様であった。このため、ランゴバルド王国は、 一つの国家であるよりも、むしろ諸国家のモザイクであったと評される。こうして、高度に文献的な王国としてのランゴバルド王国の性格が形作られた。ランゴバルド王国は、イタリア半島の北部及び中部の大部分を支配する王国として、その後2世紀にわたり存続した。773年に、フランク王国のカール一世によって征服された後、カール一世が、 フランク王と兼ねて、ランゴバルド王に即位し、フランク人とランゴバルド人の王となった。彼は781年には、息子のピピンをイタリア王国の王とした。このイタリア王国は、ランゴバルド王国とスポレート皇領からなり、ベネベント皇領は独立した皇国となった。詳細は、ランゴバルド語をサプフォルゼンのバックルに書かれたルーン文字の碑文。 ランゴバルド語が書かれた最も古い文書例である可能性がある。ランゴバルド語は現在では死語である。ゲルマン語派に属する、この言語は7世紀には衰退し始めた。だが、各地に散在して1000年前後まで使用されていたかもしれない。ランゴバルド語は国断片的にしか残されておらず、主な情報源はラテン語の文書に使用されたランゴバルド語の単語である。 ランゴバルド語で書かれた文章は存在せず、この言語の形態や文法について何らかの結論を描き出すことは不可能である。ランゴバルド語の系統分類は音韻学の成果に完全に依存している。高知ドイツ語に見られる第二次死因推移がランゴバルド語にも明白に見られることを示す証拠が存在するため、通例としてエルベドイツ語、または上部ドイツ語の方言に分類されている。 ランゴバルド語のわずかな記録が、ルーン文字の名文に保存されている。主要な記録は、古、フーサルクで書かれた短い名文に含まれたもので、シュレッツハイムの聖堂西洋器の中にあるものと、オストアルゴイ軍のプフォルゼンで発見された銀製の、ベルトのバックルのものなどがある。また、ハンガリー西部のベニゼで発見された、A、B と符号が付けられた一組の銀製 フィブラにもランゴバルド語のルーン文字名が発見されている。このフィブラの名文は、A、ゴダットウンじゃ B、コッツブダセグンと本字することができ、通常は、A、ゴダットは喜びを、B、私アーシボーダは祝福をと返されている。ゴダット、アーシボーダは女性名である。この文章はランゴバルド語が、高知ドイツ語と近しい関係にあることを示す。 B 冒頭の K はおそらく幾の略記であると見られる。A のウンジャは古高地ドイツ語のファニア、B のセグンは古高地ドイツ語のセガンに対応する。これらの用語は、ランゴバルド人のキリスト教改修と関係すると考えられ注目される。2005年、エミリア・デンスイバは、ペルニクの県の名文がランゴバルド語であると論じた。いくつかのラテン語の文章はランゴバルド語の単語を記録しているが、 ラテン語文中に登場するランゴバルド語の単語の大部分は人名であり、他に少数の地名、専門用語、法律用語などが参見されるに過ぎない。パウルス・ディアコヌスが残したランゴバルドの歴史やランゴバルド処方典などが特に重要な情報源である。ランゴバルド語はサクソン語と同型であるので、その単語はしばしば英語の単語と似ている。例えばランダはランド。 グアルディアは、ウォーデン、グエラは、ウェラ、リコはリッキ、そしてグアダレは、ワジョンにそれぞれ対応する。イタリア語には、多数のランゴバルド語の単語が残存しているが、ランゴバルド語からの借用語を、ゴート語やフランク語のような他のゲルマン語派の言語からの、借用語と見分けるのは常に困難な作業である。コディチェ・ディプロマタコ・コロンゴバードという法的文書集は、 数多くのランゴバルド語の語彙に言及しており、この中から今でもイタリア語の処方ことで使用されている、いくつかの語彙を拾うことができる。例えば以下のようなものである。バーバ、マークを、マニースコールコ、アイア、ブレイダ、ボルゴ、ファラ、ピーツォ、シャラ、スタファ、ストラ、スカルデイシュフェイダ、マナゴールド、スケロ、ファノン、スタンバーガ、アンカ、グア、ナカ、スキューニア、 ガッツァ、マターグアルド、ポツェ同士、ルッサレ、ピルークケア、ルッサレ。このようなイタリア語の方言の中に残存するランボバルド語の借用語はおよそ280余りが数えられている。他、スロベニア語の方言にもランボバルド語由来の借用語が残されており、ランボバルド人とスロベニア人の交渉史の貴重な資料となっている。以下に、イタリアに、 ランゴバルド王国を建設する以前のランゴバルド人の族長または王を列挙する。初期の時代についてはパウルス・ディアコヌスのランゴバルドの歴史の記述によるが歴史学的に実在が確認されていない王を含むことに注意されたい。ありがとうございます。